どうも、はいちです。さあ、8月が約10日ほど経ちました。夏休みも、まあ中盤、いや後半か、にね、差し掛かってきたとこなんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、この時期だからこそ、チェックしてほしいことっていうのを紹介していこうと思います。何をチェックするのか、それは計画です。受験生の方も受験生じゃない方もそうですけど、夏休み中にこれをやろうとか、このぐらい進めていこう、これを復習しようとか、まあいろんなね、それぞれ計画を立てていると思うんですよ。こんなことやりたいなみたいな感じでね。皆さんそれやってます？夏休みが8月いっぱいまである方はあと約3週間、まあちょっと早めに終わる方はあと2週間ぐらいだと思うんですが、そろそろやべえなとどっかで思ってきてるはずです。うまくいってない方は。けれど言ってもあと2週間3週間あるからなんとかなるんじゃねえかなと思ってついダラダラしてしまう。そういう方はですね、今一度計画を全部崩しちゃいましょう。崩してもう一回作り直すんです。夏休みだけに限った話ではないです。もちろん9月以降の計画もそうですし、まあ、受験生じゃない方は受験生になった時に、まあ、受験勉強を主に始めた時に計画を立てていったりとか、学生が終わって社会に出た時も計画っていうのは常に立てなきゃいけない時がいっぱい出てくるわけです。ただ頭に置いといてほしいんです。計画は使わなければ何も意味をなしません。っていうかそもそもマイナスなんだよね。せっかく計画を立てたのに、計画を立てたものを使わなかったら、計画を立てた時間さえももったいないし、そもそもうわ自分で決めたこともできねえじゃん、やっぱり俺ってダメだよな、私って全然やっぱりダメだよねみたいな風に自己嫌悪になっていく。何のために計画立てたのって話なんだよね。だからそうならないためにもう一回作り直しましょう。あと3週間、あと2週間でやれるかなって思うものじゃない、確実にやれるもの、少なくても構わないです。絶対に達成できる量をもう一回作り直してください。で、それを必ず達成してください。絶対にやりきるんです。やるかどうかは他人がどうのこうのじゃないよ、自分次第だから、結局はね。だから自分自身で絶対できるって、まあ、もちろんちょっとね上乗せで乗っけて、うわきついかな、でも絶対やってみせるんだって心で思うんだったらいいと思う。絶対やれるよう、自分がやると決めた量を今もう一回作り直しましょう。で、それをやっていくと。で、最後に1個、まあ、おまけというか付け足しなんですけど、この前ツイッターではねツイートしたんですけど、まあその日さ、寝る時に、寝る直前にさ、もちろんその日やった勉強を復習する、何覚えたんだっけな、今日何やったんだっけなって時間かけなくていいんで、短い時間で復習する時間を取った後に、翌日次の日に勉強する内容、例えば明日は英単語30個覚えるぞ、数学のワーク4ページ進めるぞとか何でもいいんだけど、明日やることをきっちり決めて紙に書いて見えるところに貼っておく。そしてもう一個、そのいろいろもやるじゃん、だ英単語とか数学ワークとか 2,3 個決めた時に何を最初にやっていくのかいい、その日明日になった時に何から勉強するのか、もっといくと数学のワークのどの問題から始めるのっていうスタートを決めてごらん。勉強っていうのはスタートを切っちゃえば割とやるから、スタートを切るまでが大変なんだよね。なので最初にやる問題、そして明日全部やる、何をやるのかっていうのを決めるっていう習慣をぜひつけて、まあ計画にしてもその話もそうなんだけど、その辺をしっかりやって、残りの夏休み、ね、ここまでぐだってもいい、もういいんだよ、過去のことだから、いい、しょうがない。だから今から変えれる未来の話、今の話っていうのを作り上げてしっかりやっていってください。